ポール・ラインシュ・ポール、サミュエル・ラインシュは、アメリカ合衆国の政治学者、植民政策学者で、外交官。1901年、ウィスコンシン大学マディソン高教授になり、1913年、ウィルソン大統領に誘われて、北京駐在のアメリカ講師となり、1919年まで在任。その後、北京政府の最高顧問として活躍した。ラインシュは大日本帝国を、 悪の体現者、自由と民主主義の敵、そして将来のすべての世界紛争の原因とみなしていた。対価21過剰要求の際には、北京政府の外交部と絶えず連絡を取り、日本政府の裏を書く手段について助言を与えた。日本に対抗することのみを目的に、アメリカの投資を中国に誘致することに努めたが、シームスカレー商会の北京政府との鉄道借款が、 失敗すると、大イ主は、日本は、世界戦争を利用して、中国を財政的に、受属国にしようとしていると主張した。旅順大連改修運動の旗振り役であった。A.B. 平野健一郎、西原尺刊から新四国尺刊団へ、ワシントン体制と、日米関係、ハット A.W. グリスールド、米国局東制作詞。ありがとうございます。